久保さん今日は堀江さんですね生なな生にしようかな生生って使ったことあるかなあ生は使ってないですね生に行きましょう生ビール生生まれたまああれですね確かにあの逆にそのなんだ 人を批判するような動画をいっぱい見てる人は YouTube のあれですねちょっと想像してみたんですけどあのー、お風呂分けますねなんか YouTube のアクセスするとそれに関する動画がいっぱい出るから批判を見れば見るほど批判の動画をいっぱい見てるみこう出てくるっていう。 批判をいっぱい見て悲惨だなみたいなね <laughs>、うん、でもそれが面白いと思ってるんですよねまあ人それぞれいろんな趣味だったりとかいろんなあのあれがありますのであれなんですけど、うん、まあそれも含めて人間ですからね <laughs> <laughs> ホラー映画もあれば 恋愛映画もあればアクション映画もあればミステリー映画もあれば殺人映画もあればいろいろありますからうんそうまあ僕はまあ僕の生き方でいきますけどねうんあのこの前まあ僕は全裸監督っていうね映画にハマりまして でその主演の山田さんにはまりましてまあ、闇金牛島くんのあの何、うん、だあの演技もすごく僕はあのよくてあの山田さんまあ、今回そのだから闇金牛島くんからの全裸監督でこ山田さんっていう人はどういう人なんだっていうね山田さんのすごく見てたんですよね。で山田さんがなんかインタビューされてるその。 Yahoo! の専用コンテンツでインタビューがあってっっで世の中は気にしないっていうね世の中は気にしないっていうのがあるんですけど結構良かったですねなんかね山田さんまあ沖縄出身で北海あ沖縄出身で鹿児島15年ぐらい鹿児島で育ったっぽいんですけど なんかそこもリンクするしなんか山田さんと僕年齢ほぼ一緒なんですよね一個違いぐらいでうんなんか山田さんのそのいろいろな人生観というかあそうやっていろんなことを悩んでいろいろこうなってきて今こうなってるんだなっていうのがなんかいろいろこう見ていくうちに分かってきて世の中気にしないっていうねなんかそのなんか到達して ちょっっっと到達してててるなっていう感があってねなんか結局何やってもポジティブもあればネガティブもあるし受け取り方はあの人それぞれだしその受け取り方に対して、うん、こっちがああだこた言っても、まあ、しょうがないしみたいなしょうがないものを見てもしょうがないから気にしないっていうね <laughs> そううんだから結構なんかあのなんだろうな 演じてる演じてる役者の山田さんとそのインタビューの素の山田さんのこのんだろうなそうなんかあの本当になんかこの,人この人は役を演じると本当に変貌するんだなというかまあ変貌しないとダメですけどねその役にある入るわけですからだからなんかすごいなと思いますね でもその本体は、うん、なんですかねなんか不思議な感じがしますね、うん、なんか悟ってる感じがしますねでも僕たちって気にしてもしょうがないことを気にするんですよね、うん だからそこ,をそこに気づ、そだから山田さんはそこに気づいてるっていうのがすごいなと思いましたね。みんな気づいてるようで気づいてないというか、うん、そう、だ人間のその、なんすかね、その、うん、なぜ気にするのかっていうところを考えてみたりとかね。そそもそもなぜ 周りを気にするのかっていうのを考えてみたりとかそのメカニズムは何なのかとかねいろいろなんか多分山田さんも考えたと思うんですよねで結果これは意味がないぞと <laughs> 別に僕の人生じゃないしみたいな結局どれだけやってもその,だからその割合がね9対1でも1は出るしじゃあ1に目を向けるのか9に目を向けるのか、うん ネガティブもあるし、ポジティブもあるし、同居してるし、みたいなね。ただ、プラスとマイナスは必ずあるわけですよね。だから、鹿児島も、プラスは僕は自然があってね、空気もおいしいし、ご飯もおいしいし、家賃も安いし、っていう僕はプラスだと思うんですよ。だけど、マイナスとするならば、まあ、駅まで遠い。 まあ東京みたいに電車3分置きに山手線走ってないコンビニまで歩いて片道20分30分みたいなねそれがマイナスと思う人もいるだろうしでもそのマイナスの方に目を向けたら、まあ、鹿児島は住めないだろうしうん。そう だどこを見るかですよね本当にどこのプラスを見るのかどこのマイナスを見てるのかっていうところでまあ大きくその人生観というかねそれが変わるんじゃないかなっていうまあどこあとは何を受け取るのかですよねどプラスとマイナスのどっちを見るかとあとはプラスとマイナスのどっちを受け取るかっていうだから見るか受け取るっていうこのうーんこのこの割合だったりとかねうん うん、だからそこのバランス感覚ってすすげー大事だだなと思いますね、うん、そうだから久保さんがね受信力っていうね即可塾に言葉ありますけど受信力もその何を受け取るかっていうとこと何を見るのかと視聴力みたいな視聴これ視聴力っていういいんじゃないですか視聴力っていう何を切り取るのか何を見るのか視聴力っていうねうん